今日はハッシュドさつまを作っていきます。まずさつまいも輪切りにしていきます。はい、切ったさつまいもは水にさらして水気を切っておいてください。はい、水気を切ったさつまいもにラップをして600ワットの電子レンジで5分間加熱します。加熱したさつまいもを熱いうちに潰します。潰したさつまいもにマヨネーズ、塩コショウ少量、片栗粉混ぜていきます。はい、ではフライパンにバターを溶かしていきます。形を整えたさつまいもを焼いていきます。両面にこんがり焼き色がついたらお皿に盛り付けて完成です。厚揚げのチーズサンドを作っていきます。まず厚揚げを半分に切っていきます。断面に切り込みを入れます。スライスチーズを3等分にします。次に大葉3枚細切りにしていきます。わけぎは小口切りにしておいてください。では厚揚げにチーズと大葉を詰めていきます。奥の方までぎゅーっと詰めてください。はい、こんな感じで厚揚げに片栗粉をまぶしていきます。はい、では調味液を作っていきます。まず砂糖が大さじ1、お酒が大さじ1、みりんも大さじ1、醤油大さじ1入れて混ぜておきます。はい、ではフライパンにごま油を大さじ1入れて中火にかけます。はい、では厚揚げを焼いていきます。全面に焼き色がつくまで焼いていきます。全面焼けたら調味液を入れていきます。はい、では蓋をして3分蒸し焼きにします。3分経ちました。タレを絡めていきます。両面にタレが絡んだのでお皿に盛り付けてわけぎを散らします。完成です。中田村の暮らし、いただきます。今日は厚揚げのチーズサンドです。すごいボリューミー。うまい。外側が甘じょっぱくて中からチーズがふわっと溶け出し、青じそのいい香りがする。とっても美味しい一品ですね。とにかく満足感がすごいわ。これチーズと豆腐合うよね。うまい。厚揚げのチーズサンドは1人前420キロカロリーで、タンパク質 21g、 脂質 28g、 炭水化物 21g の食塩相当量が 1.8g です。しっかりタンパク質が取れて、まあ、チーズが入ってる分脂質はちょっと高めですけど、とてもいい一品です。ハッシュドさつま、ハッシュドポテト大好きなんだよね。うん、うまい。さつまいもの甘みが効いてて、マヨネーズの酸味と香りが後から追いかけてくる感じで、とっても美味しい。バターのいい香りもしますね。ハッシュドさつまは1人前315キロカロリーで、タンパク質 2g、 脂質 11g、炭水化物 52g の食塩相当量が 0.3g です。定食にして食塩相当量は 2.1g、 総摂取カロリーが 735kcal です。お芋の炭水化物も結構しっかり取れるので、ご飯はいらない感じかな。チーズとバターの脂質がちょっと高めですね。ラクトオポベジタリアンからね今日の食事はごちそうさまでした。ぜひ皆さんも試してみてください。僕たちのチャンネルでは管理栄養士監修のもと減塩レシピを毎日更新していますので、この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではまたねー。厚揚げ